皆さんこんにちは。私は大阪 YMCA 国際専門学校の国際ホテル学科、国際ビジネス学科教務主任の片岡と申します。よろしくお願い申し上げます。それでは私たちの学校についてご紹介いたします。画面をご覧ください。こちらに出ているのは大阪 YMCA だけではなく世界 YMCA の聖書共通のシンボルマークになっています。その中に大阪 YMCA があります。 YMCA とはヤング・メンズ・クリスチャン・アソシエーションの YMCA を取ったものです。日本語ではキリスト教青年会と当時のスタッフの方たちが翻訳されたそうです。そして日本語での名称は大阪キリスト教青年会となっております。創立は古いです。1882年明治15年です。当時の建物です。最初の土佐堀青年会館とありますが、現在の土佐堀 YMCA と徒歩10分のところにこの建物があったそうです。当時の先生方スタッフです。服装をご覧いただくと分かりますように、海外から来られた英語の先生、そして日本人のスタッフ、日本人の英語の先生方で構成されていたそうです。では世界の中で YMCA はいつ生まれたのでしょうか。イギリスの首都ロンドンで1844年セントラル YMCA として誕生しました。当時はイギリスは産業革命の真っただ中でした。貧しい若者たちがロンドンに出稼ぎに来ます。教育を受けていないので教育を受けたいと熱心に考えた学生、生徒さん、あるいは労働者たちがサー・ジョージ・ウィリアムスとともに団体を作り上げました。したがってキリスト教の精神に基づいて若い人たちが学ぶ、それを応援する団体、それが YMCA となりました。現在では世界最大青少年をサポートする団体として認知されております。世界119の国と地域に一つの国の人口ですね、5800万人のメンバーが私たちを応援してくださっています。スポーツの分野でも貢献の実績がたくさんあります。写真をご覧いただきますと、向かって左上はバレーボール、右側はボーリング、いずれも YMCA と深いつながりがあります。2つ目、バスケットボールは1891年アメリカの YMCA で青少年たちが健康的に安全に楽しめるスポーツとしてこの競技ゲームを考え出しました。4年後にはこのゲームを改良してバレーボールが生み出され、今日では世界的なスポーツとして愛されております。他にもエアロビクスダンス、体育館、室内プール、キャンプといった分野でも YMCA は青少年のために貢献してまいりました。大阪 YMCA の中に私たち大阪 YMCA 国際専門学校があります。では学生の皆さんを応援するシステムについて簡単にご説明いたします。まず日本人の学生の皆さんが入学されるとき、私たちは皆さんに YMCA ボランティア奨学金制度でチャレンジしてくださいとお勧めしています。これは入試を受けるとき、出願書類にこの申し込み書を必ず添えてください。入試の成績と面接の結果で、これらの合格不合格が決まります。合格された皆さんは学費が減免されるという制度です。学費が減免される代わりに、ボランティア活動で活躍していただくことを義務付けております。例えば、視覚障害者の手引きとあります。
あるいは留学生が数多く一緒に学んでおりますので、彼らのために日本語の勉強のお手伝い、話し相手となるチューター制度、これら両方で活躍していただきたいと考えております。そしてこのボランティア活動、利他の精神に基づいて人のために役立つことを喜びとし、またそれは必ず個人の成長につながる、これが YMCA のモットーになっております。初年度納入金より A、B、C タイプで学費減免、入学金免除などがございます。詳しくは個別相談でお聞きになってください。また遠方から受験される方のためには自宅外通学生奨学金制度も設けております。では留学生の方を応援するシステムについてご紹介いたします。留学生の皆さんは特待生奨学金制度でチャレンジをしてください。日本人の学生さんと同じく出願時に特待生奨学金申込書を必ず添えてください。入試の学科試験、面接試験で合格あるいは合格添えないかということが決まります。初年度の納入金と書いてありますが、入学金の減免や学費の減免、これらが通知として皆さんのお手元に届きます。詳しくはまた個別相談会でお尋ねください。一般的には B のタイプを目指していただくとご説明しております。すなわち入学金15万円の免除、学費10万円免除、合計25万円が減免される、これを目指して頑張ってください。その他、入学されてから留学生の皆さんは6ヶ月間2つのことをしっかり実現しましょう。1、学校に毎日来る、勉強を頑張るという出席率 100%。 2、学校の勉強を頑張ること。もう一つは学生としてボランティアやあるいは学校行事で活躍すること。これはボランティア奨学金と同じですが、利他の精神、他のみんなのために役に立つことを喜びとし、またそれは必ず自分の成長につながるという YMCA のモットーを体験し、実感し、自分のものとしていただくものです。それらに基づきまして、4つのタイプの奨学金制が選ばれております。日本の国文部科学省からは4万8000円 ×12 ヶ月のタイプ、6ヶ月のタイプ、大阪 YMCA からは30万円のタイプ、5ヶ月で10万円のタイプ、以上4つの奨学金制度がございます。今1年間平均で20名前後の学生がこれらの奨学金を授与しております。皆さんもぜひ頑張ってください。